テルペノイド、イソペンテニルにン酸の構造テルペノイドとは個炭素、化合物である、イソプレンユニットを、構成単位とする一群の天然物化合物の、総称である。競技には、テルペノイドは、テルペン炭化水素の含む酸素誘導体を指すので、テルペン炭化水素を含めて、テルペン類とも称される。自然界においてテルペノイドは、メバロン酸経路もしくは MEP、 ドックスプ経路及びそれに続くイソプレノイド性合成経路により合成されるイソプレノイドを出発物質とする。そのため講義にはテルペノイドはイソプレノイドに含められる。競技のイソプレノイドは、作上構造や連続する炭素二重結合に特徴があるのに対し、テルペノイドの多くは肝構造を持ち、またイソプレン骨格に新たに メチル元が孵化されたものや逆に、メチル元が欠落したものも含まれる。そのような多様なテルペン炭化水素がさらに異なる、肝能基に誘導体化されるため、テルペノイドの多様性は非常に大きい。テルペノイドを含む抗議のイソプレノイドからなる脂質、天然樹脂は全ての生物種に存在する最も大きな天然化合物のグループでもある。 重要な生理活性を示すテルペノイドの例としてカロテノイドやステロイドが知られている。カロテノイドは光合成における周光補助や抗酸化作用を示す。ステロイドは真核生物の細胞膜の維持、調整に不可欠である。一方、多くの植物性テルペノイドはその特徴的な方向のために広く用いられている。植物性テルペノイドには 抗菌性や抗腫瘍性があり薬草治療によく用いられ他の薬理作用の研究もなされている。テルペノイドはユーカリの芳香、シナモニアクローブ、生姜の風味、また花の黄色の発色に寄与している。よく知られているものにシトラール、メントール、小脳、サルビアディビノラムに含まれるサルビノリニエ、朝に見られるカンナビノイドがある。テルペノイド性合成形の酸化酵素の多くは シトクロム P450 である。競技のテルペノイドは複数のイソプレンユニットの縮合号及び貫化によって生成するテルペンがさらに誘導体化された化合物を指す。一般的にはテルペノイドはテルペン同様基盤となるイソプレンユニットの数に応じて分類される。メチル元の手に負荷、除去、もしくは酸素原子の負荷、さらには 肝の数によってテルペノイドの就職を考えることもできる。テルペノイドの出発物質は2つの代謝経路で合成される。1950年代に発見された代謝経路で大部分の真核生物と古細菌、そして一部の細菌はこの経路によってテルペノイドを合成する。動物では最終的にコレステロールが合成される。この反応は 細胞質機質で行われている。ニシーメチル D エリトリトールマイナス4輪酸、1デオキシディキシルロースマイナス酸経路は、1980年代に発見された代謝経路で、非メバロン酸経路とも呼ばれる。この経路は、最近の大部分、光合成深刻生物とアピコンプレックスモンの色素体に存在する。ABIUPAC コンペンディアム・オブ・ケミカル・ターミノロジーセカンド・エイド・オンライン版ターパノワズ。このため、天然ゴムやカロチノイドも抗議のテルペノイドとする見方も存在する。ありがとうございます。